レッスンして、俺そんな痩せた俺。ちな。自分では分からないんだけど、俺そんな痩せたかな。確かに、なんか、まあ圧倒的に動いてはいるけど、外に出るようになったし。そんな痩せたか。翼と比べてみ。俺ちょっと太ってるように見えるくない？いやもうしょうがないよ。だって俺別に食ってるもん、飯普通に。なんなら高タンパクの、高タンパクというか高カロリーのものばっか食ってるんだよ俺。うん、しょうがなくない？もう体質でしょ。痩せるよりきついんだぜ、食うって。キャパがあるんだから、物理的に。もうしょうがないよこれは。そんな無理して太りたくないし。痩せたいので一言食らわせてください。罵倒しろって言われてる俺。え？俺がこの世で一番苦手ですよ、人の悪口言うなんて。生まれてこの方、人の悪口なんて言ったことないのに。まあ元デブから言わせてもらうと、マジで甘えんなよ。厳しいって。危機感持った方がいいよ。舐めてんの？厳しいって。痩せろって。やればできるんだって。厳しいって。ごめん、ちょっと俺の中に眠るメンズコーチジョージが出てきた。うん。おい、笑える。みんな知らないか、メンズコーチジョージ。最近ちょっとバズってきてんだけどね。しかもお前らメンズじゃないっていうね。全然的外れだけどね。これメンズコーチジョージを知らない場合、今度元ネタを知らない場合、俺めちゃくちゃ嫌なやつになっただけだからね。今調べてください、ちゃんと。そう、モテオについて語ってる人、海外人ではないんじゃないかな。一応なんかハーフみたいな感じなんじゃない、メンズコーチジョージ。まあいろんなね、 TikToker とか YouTuber とコラボしてますから。うん、そうですよ。ボケを説明させてほしくはないですけどね。本当にしっかりしてくださいよ。一応最前線でトレンドですから。厳しいって一番上に嫌い。今まああんま好かれるタイプではないな、あの感じのね、配信スタイルだったら、活動スタイルだと多分。モテるための男になるにはっていう情報を提供し続けてる人なんだけど、あの人自体があんまモテないっぽいしね。うん。ちょっとあれだよね。かわいそうだよね。まあ、あの感じではモテないだろうね。こちら側の人間だよ、あっちも。まあ、特にこの界隈にはあまり好かれないだろうね。うん。この界隈にいる女なんて大体ろくでもない男が好きなんだから。うん。ちゃんとした男らしい男なんて好きにならないんだから。うん。ああいう男を好きになるやつ、女はまともな女だけだから。いや、それもちょっと違うか。ああいうタイプを好きになる女こそ終わってんのかもしんないな。
ろくでもないね。まあ本当にもうわかるっしょ、まんまだよね。俺はもう自負してるよ、自分で。自分がろくでもないことは、うん、もう仮に結婚しても全部家のことやらせるもんね、めんどくさいから。うん、でもまあやってとも言わないけど、もはや俺はやらないから 困るのお前だよみたいな、俺やらないこの環境でも生きていけるから俺はみたいな。部屋が散らかってようが、洗濯物も自分が着るものがなくなった瞬間すればいいし、もう別に飯もウーバーイーツとかでいいし、もう別に俺はこれでもいいけどみたいな。お前が困るならお前が全部やればみたいなタイプだしね。育児、まだ子供を作るっていう想像すらできないね。まずそうなってみないと分かんないね、子供に関しては。